こうかわからない。何ですか？これを書いたつ。はい。それをわざわざ持ってきた。はい。どうしたらいいでしょうか。あ、これ書いた通りですよ。はい、いいですか。書いた通りです。ここは高谷さんの家ですから。安心して寝てください。自分の家です。な、いいですか。はい、いいですよ。なんでか、もう帰らへんじゃよかった。どこにや。うちに。ここは自分の家って書いてるやん。そんなことね。なら帰らんでよころも。な、いいですか。何にも私はわからんもらってしまう。な、いいですか。いいですよ。お願いします。はい。なこれも預かっちょくってもらうか。はい。預かっちょくってあんな高谷さんがわからんから書いてから置いてると。あそうか。うん、帰る帰るって言うからもう、はい、毎日毎日朝から晩まで帰る帰るってもう言うからだからわかるように置いてると。あそうありがとう。うん。こんな今日はまだ帰らんと帰りますか。帰らん途中。どこに帰るんですか。こううちで書いてるやん。ここに書いてるやん。うちですね。今帰らんでいいじゃん。そうかい。ね、いいですか。いいですよ。だいぶ私はおかしなっちゅうきね。うん、おかしいね。おかしなっちゅうき悪いってわからん。はい。はい。こんなおってもいいですよ。はい、どうぞ。おいしいですか。おいしい。おごすとかはい。はい。さあ今日はお墓の最終仕上げに行きます。どこ？お墓。どこ？うん、6月の12日から始めたお墓のコンクリートがようやく終わりに近づいてきます。わあ、もう38度今日気温が上がるみたいですけど、まあ、頑張って最終仕上げ行きます。自分のお墓をどこしよると毎回行きよるけど覚えんよね、うん、さあ今日最終仕上げ頑張ります。ああ、あれお仕上げかけます。おいしいですか。なんかだよ。いや、いいばい、いいばい。冷たくておいしいでしょ、うん、氷がちゃん氷食べてます。そう、いいばい。そう、あ、ソーダ味。いいよいいよ、いらんよ。冷たくて美味しいですか。美味しかった。今日はもう38度になります。さあ、お墓を仕上げますよ。お墓を仕上げます。暑いけど頑張ってやります。お墓をどうするじゃ。ん、コンクリートを仕上げをします。はい、はい、ありがとう。あとばあちゃん、ここからこうしたらもう終わりです。はい、みんなどうすればいいかい。うん、見ててください。はい、見るだけいいかい。長かった。あ、長かった。そうか、大変だったね。大変やった。ああ、シェフの時は助かりました。ありがとう。うちのじいさんはおらんとかい。じいさんおらんよ。じいさんはもうここ。そうかい。あ、一番に行っちゃうね。じいさんはもうそこに入ってます。また行っちゃう。うん、行っちゃうと。うん、もうそこに入ってます。もうばあちゃんもあと少ししたら入れますよ。まあ、あんまり早いじいね。入らんでいいかい。まだいい。まだいい。はい。
ちゃん、はい、最後のコンクリート、最後のコンクリート、これでは終わります。母ちゃん、はい、できましたよ、コンクリート。ありがとう。お墓のコンクリートができました。あ、立派になったね。どうなったか見ましょう。はい、まあ、立派なお墓だね。はい、こんな感じで終了しました。立派に終わりました。終わりました。立派なお墓ができて、ありがとう。ここのお墓の周りのコンクリート、全部やっと終わりました。立派になっちゃうね。ね、ここ歩きやすくなったやろ。はい、ね、草も生えなくなりますので、はい、管理がだいぶ楽になります。長かった。立派なお墓ができて、ね。できたね。もう3週間かかりました。あ、そうやだね。でも顔が真っ黒あ、ここに汚れちゃう。ばあちゃんも顔が真っ黒、日焼けしてます。そうか、やっぱりね、うん、毎日来てましたから。もうそうかい、それこそ分からん。うん、うん、あ、すみません、ありがとう、はい、ありがとう、ありがとうございました。おかげで、むっちゃんのおかげで、はい、立派になりました。ありがとう。ありがとう。じいさんは見に来んかな。じいさんは見に来んよ。もうおらんとか。じいさんはそこにおるやん。そこにおるやん。どこおるやん。そのあんたの後ろにおるやん。そうかい。その中に入っちゃうじゃん。ああ。じいさんは。ここに入ってるよ。そうです。もうばあちゃんも入られるよ。ああ。もう。まもなく。まもなく入られます。はい、ありがとう。はい、ありがとう。あ、めっちゃ珍しいお墓。うん、めっちゃないで、ないわ。はい、ありがとう。はい、皆さんこんにちは、パッチです。はい、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今回ですね、かかった材料ですね、ホームセンターで砂とバラスとセメントをちょこちょこ買いました。その合計金額が 37,370 円かかってます。それとあとセメントのブロックを作る型枠ですね、それとコテとかスコップとか道具を買いましたので、合計で 42,000円ぐらいかかったと思います。で、素人ですのでやり方がわからないので YouTube を参考に しました。で、今度もし同じことをやるとなれば、工期がですね3週間かかってたのを多分ですね1週間ぐらいで済むと思います。しかも材料も無駄なことをたくさんやってたので材料も半分ぐらい、もう2万円ぐらいで収まると思います。あれだけの工事するのに、まあ、今回は良い勉強になりました。就活その1、お墓の周りをきれいにするという就活1終わりました。
今回もグッチの動画を見ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、失礼します。